ていく時間はあまりないんですけれども、はい、新しいアプローチ、今までの発想にとらわれない新しいアプローチということでのその8項目ですよね、はい、どういう意味なんですか。今までの発想にとらわれているものはどうで、これはどういう、これはね、うん、今までのアプローチ、発想にとらわれない新しいアプローチで交渉、これは政治の交渉です、うん、なるほど。これ経済ではない。この発言は政治に関してであります、うん、はい、だから経済は違います、うん、これは今までもうずっとやってきた、はいはい、これそれぞれ小さな進捗はそれぞれもうあるんです、すでに、うんうんうん、だけどもそれをさらに8つの分野にまとめて、うん、系統を立てて、しかも、かなり日本としても熱意を示して、はい、大きなプロジェクトも入れて動かしますよ、うん、ということを言ったんですよ。そうするとじゃあ新しいアプローチっていうのは政治と経済 の, その交流のバランスだったり手綱の問題にもなってくるということですよね。まあ、それは、うん、総理及び外務大臣が考えられることですし、うん、我々はやはり従来から政治と経済バランスの取れた、うん、はいはい、進捗をということを言ってきているわけであります、うんうん、私はもうあくまでもこの協力プランをですね、きちっと日本の熱意を示して、うん、でこれは別に何かロシアに協力してあげるってだけのプロジェクトじゃないんです、うん、日本にとってもプラスになるんです、うん、極東地域、はい、これは経済的にもそうですし、はい、地政学的にもいろんな意味で、うん、日本とロシアが、うん、極東を軸にしながら、はい、経済協力を深めるっていうことはですね、これは日本の成長戦略にもつながりますし、うん、まあ地域の安定にもつながるという面があるわけですから、はい、だからこれはもう日本とロシアにとってウィンウィンのテーマだ、うんうん、これをロシアにも分かってほしいと思います。我々何も協力してあげるという姿勢でやるつもりはあります。ロシアは分かってると思いますよ、うん、ロシアって国ですから、はい、表向かってネットだってこうなっちゃってね、ありがとうって言わないですけど、うん、でも今のロシアの経済状況を見てみると、はい、もうエネルギー価格が大幅に下落して収入減ってますよね、うん、で一方でエネルギー依存がずっと続いたので、はい、それ以外の産業がそうなるとなっちゃうんだよと、うんうん、それからそういう中で、うん、西側、特にヨーロッパとの関係が今ちょっと行き詰まってる、はい、それから一方で中国との関係が深まってる、うん、だけども対中依存が深こう強くなることについては警戒もしなくちゃいけない、うん、そういう意味でやっぱ彼らにとっては日本との、まあ、協力っていうか、うん、日本を一つのテコにしながら彼らの経済発展を進めていくっていう答えに出る、はい、答えが出てくるのは当たり前のことなので、うんうん、まあ、そういう意味で私は彼らにとっても非常にここはプラスになるという判断を絶対にしてると思います、うんうん、